皆さんこんにちは。2021年に1年延期の上に開催された東京オリンピック女子バレーボールはメダル獲得が大きく期待されていましたが、結果は世界ランキングが下のチームなどに敗れるなどの惨敗となり、予選敗退となってしまいました。様々な敗因がささやかれている中、圧倒的に声が多かったのはやはりセッターを固定できなかったことでしょう。東京オリンピックではモミー・アキ選手が大抜擢され期待されていましたが、モミーさんは高校2年生の時からセッターを始めて、セッター歴が短いという懸念もありましたが、中田久美監督はモミーさんの才能に可能性をかけて正セッターとして起用し続けました。しかし結果としてはやはり経験不足が露呈し、韓国戦においてはマッチポイントの時点でレフトの石川真佑さんに立て続けにトスを上げたことも大きな批判となりました。全日本のセッターはロンドンオリンピックで銅メダル獲得の原動力となったレジェンドの竹下佳江さん以来、不動のセッターが現れていません。しかしそんな中でも若手の台頭もあり、特に宮下遥さんは15歳から V リーグで戦い、抜群のディフェンス力などで次の正セッターとして期待されていましたが、中田久美さんが全日本代表になってからは出場機会が激減、中田さんが宮下さんを嫌っているのではないかという憶測も浮上しました。そんな宮下さん起用についての真相に迫りたいと思います。まずは中田久美について紹介します。中田さんは1965年9月3日東京都練馬区にて一人娘として誕生しました。母親の助言もあり、練馬区練馬中学校入学後からバレーボールを始めて、競技に専念するために NHK 学園高校の通信制に通い卒業しました。生活のほとんどをバレーボールに費やすことで才能を開花させた中田さんは、1980年に大谷沢子さんと共に史上最年少の15歳で全日本代表に選出され、同年開催された日中対抗戦にセンタープレーヤーとして出場しました。しかし大会直後に山田茂雄さんからセッターとしての素質を見出されてセッターに転向しました。そして1981年には強豪の日立製作所に進み、セッター転向わずか1年ながらもスタメンを獲得しました。1983年からは全日本代表としてもスタメンセッターとなり、同年に開催されたアジア選手権では当時世界一の実力があった中国を破り優勝を飾りました。翌1984年にはロサンゼルスオリンピックに出場し準決勝まで勝ち進みましたが、優勝した中国に惜しくも敗れ銅メダルとなりました。1992年にはバルセロナオリンピックに出場し、中田さんは日本女子バレー史上初の3大会連続出場を果たし、日本選手団の旗手も務めました。バルセロナオリンピック終了後の11月には現役を引退しましたが、1995年に現役復帰、1996年にはアシスタントコーチに就任しました。1997年には日立を退社し、バレーボールの普及活動や講演会、試合解説者やタレントとして活動していました。2005年から日本バレーボール協会の協会員を務め、その後は指導者として活動しました。イタリアでの指導者の修行を経て、2011年には久光製薬スプリングスのコーチに就任し、2012年には監督に就任しました。同年に開催された天皇皇后杯では前回優勝の東レアローズを下して優勝し、監督就任1年目での快挙となりました。その後 V プレミアリーグやクロア式大会も優勝し、女子チームでは初めてとなる3冠を達成しました。2016年には全日本女子代表の監督に満場一致で決定され就任しました。2017年には久光製薬を退部しました。久光製薬スプリングスの監督在籍6年間で4度のリーグ優勝に導きました。2021年に開催された東京オリンピックでは伝説のチームを作ると意気込んでいましたが、結果はまさかの予選敗退。大会終了後、全日本代表の監督を辞任することが発表されました。
次は宮下遥さんについて紹介します。宮下さんは1994年9月1日、三重県桑名市に二人姉妹の長女として誕生しました。小学校1年生の時に母親の影響で四日市の内部バレーボール少年団でバレーボールを始めました。小学生の時はアタッカーとして活躍しており、小学校6年生の時にはすでに170センチメートル以上の身長があったそうです。そんな小学校時代の宮下さんの才能が評価され、全国屈指のバレーボール名門校である大阪国際大和田中学校に特待生として入学しました。その後岡山シーガルズの監督であり、同校の総監督である河本明義さんの勧めでセッターへと転向しました。2009年にはセッターとしての才能を見出されて、V リーグに属している岡山シーガルズに選手登録されました。同年に開催された第58回クロワ式大会において、14歳8ヶ月の若さで出場し、V リーグ史上最年少出場記録を更新しました。続く11月に開催された V プレミアリーグの開幕戦において途中出場し、15歳2ヶ月でプレミアリーグのデビューを果たしました。またこれまでに V プレミアリーグの史上最年少出場記録であった元岡山シーガルズの堀口夏美さんの15歳2ヶ月の記録を2ヶ月更新しました。当時の河本明義監督は間違いなく全日本級のセッターであると絶賛しました。2010年には全日本代表の登録メンバーに選出され、15歳での全日本代表入りは2004年の加納舞子さん以来の史上4人目の記録でした。セッターとしては1980年の中田久美さん以来30年ふりの選出となりました。2012年4月には全日本代表に追加招集され、ロンドンオリンピック世界最終予選兼アジア選手権に出場しました。そして2013年3月に大阪国際滝井高校を卒業しました。2013年から2014年シーズンでは岡山シーガルズの史上最高成績となる2位となり、個人としても敢闘賞とベスト6賞を受賞しました。同年8月に開催されたワールドグランプリの対戦で全日本 A 代表デビューを飾り勝利に貢献しました。2016年にはリオデジャネイロオリンピックに正セッターとして出場し5位入賞を果たしました。しかし2016から2017年シーズンでは岡山シーガルズの初のリーグ降格を経験しました。2018年には全日本代表の監督である中田久美さんは宮下さんの招集を見送りました。2010から2017年まで全日本代表に招集され活躍していた宮下さんにとっては非常に悔しい結果となりました。2019年4月には全日本代表に久々に招集され、2017年以来2年ぶりの全日本代表復帰となりました。2019年10月の日立リバーレ戦において、V リーグ通算230試合出場を達成し、史上最年少の25歳1ヶ月で V リーグ栄誉賞を受賞しました。2022年には再び全日本代表に選出され、ネーションズリーグ予選ラウンドの第2週のフィリピンラウンドに出場しました。このように素晴らしい功績を残した2人でしたが、宮下さんが起用されなくなったのはなぜなんでしょうか。本当に中田さんと宮下さんの折り合いが悪かったのでしょうか。調査したところ、中田さんは就任して早々に正セッターを固定しようとしましたが、選手の怪我やオリンピック延期などの想定外の事態が起きていたり、もみーあきさんや関七海さんなどの若手の台頭もあり、運が悪かったことが原因の一つであると考えられています。また宮下さんは他のセッターにはない経験値、サーブやディフェンス力は非常に魅力的でしたが、肝心なトスがアタッカー陣と合わなかったことが最大の原因で、中田さんもこのことをあるインタビューでは語っていました。様々な憶測があり、中田さんと宮下さんの折り合いが悪いことが推測されましたが、実際はアタッカー陣とトスが合わなかったというのが最大の要因だと考えられます。しかし中田さんが監督を退き、真鍋正義さんが
全日本代表監督に復帰したことで、宮下さんも全日本代表に復帰を果たしています。ロンドンオリンピックの銅メダルを獲得に導いた真鍋さんなら、宮下さんをきっとうまく起用してくれるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。